独立国をロシアの議会が認めたのの、なんか議案を出したのが、中国の支援をされてるロシアの中のその派閥が出したっていう説があるじゃないですか。えそれ本当ですかいや、なんか僕そこまでロシア情報詳しくないんですけど、ただまあそのロシアの議会の中にも、その中国のその共産党と連携している、要はあの、共産党系の派閥が、 いてでそこが議案を出したっていう説があってまだ確認は取れてないんですけど<ー>僕は。だからそれに乗っかっていくとだその独立国を認めたら、まあまあ、プーチン大統領としてもじゃあそこ確保しようってなるしっていうのでなんかそこもなんか中国が描いた絵っていう説もあながち間違いじゃないんじゃないかなという気がするんですけど。まあでもその独立国を作るっていうのはあのその国の域内に。 民族紛争とかを利用ししてて立国を作ってしまう,ってうの。あの、ドンバス地区の,あの2つの,あの,その共和国を国として認定するって、あのロシアの,あの下院がそれはね、ジョージア、グルジアの時も全く同じ手法だったんで、うんあの、そういった意味では、あの典型的なやり方、プーチンの典型的なやり方と思いますけどね。うん、ほうかチャンネル登録よろしくお願いします。